100秒でわかる名作劇場スーホの白い馬。これは羊飼いの少年と白い馬の美しい友情物語。モンゴルの広い草原にスーホという羊飼いがおばあさんと二人貧しい暮らしをしていました。ある日スーホが家に帰る途中、なんと生まれたての白い子馬が倒れていました。こんなところにいたら狼に食べられてしまう。家に連れて帰ろう。スーホは子馬を大切に育てました。子馬はすくすくと育ち立派な白馬に成長しました。二人はまるで兄弟のようでした。ある夜羊を狙ってやってきた狼を命がけで撃退したこともありました。ありがとう、これからもずっと一緒だよ。春が来て王様からこんな知らせが。集まれ速さ自慢、プリンセスハイ一着の馬の持ち主は姫と結婚。スーホたちも出場することに。大会当日スタートしました。おお、7番白い馬やや出遅れました。後方につけます。コーダッシュは2番黒い馬、5番茶色い馬、続いて3番4番コーナーに差し掛け、おーっと7番白い馬外から一気にトップに踊りました。今ここは必死に追いかけますが、そのまま逃げ切りゴール。一着は7番白い馬です。やったね。しかし王様は通報を見るなり、こんなみすぼらしいやつ姫と結婚させられん。馬だけよこせ。嫌です、僕の馬だ。うるせえ、わしに逆らうでない。すると家来たちが一斉に飛びかかり、白い馬はお城に連れて行かれてしまいました。おばあさんの熱心な看病で数歩は次第に回復。しかし心の傷は消えませんでした。一方王様は白い馬のお披露目パーティーの真っ最中。素晴らしい走りをご覧に入れよう。よいしょっと。その瞬間白い馬は王様を振り落とし逃げ出しました。無礼な馬め、いっそ殺してしまえ。家来たちは白い馬に向かって矢を放ちました。それでも白い馬は数歩に会いたい一心で走り続けました。その夜京都に出てみると白い馬が立っていました。どうしたの、王様にやられたの。こんな姿になってまで帰ってきてくれたんだね。翌朝白い馬は静かに息を引き取りました。スーホはそれから王様に仕返しすることばかり考えて眠れない日々を過ごしました。久しぶりにスーホが眠りについた夜、夢に白い馬が出てきました。お願い、仕返しはやめて。君にあんなひどいことをした王様を許せないよ。そんなことをしても僕は帰ってこない。でも代わりに僕の体を楽器にしてよ。そうすればずっと一緒にいられるよ。翌日夢のお告げ通り白い馬の体を使って楽器を作りました。本体には皮と骨を、弦と弓には尻尾の毛を使いました。絵には馬の顔の形の飾りをつけました。この楽器を弾くとスーホはまるで白い馬がそばにいるように感じました。その楽器はやがて国中に広まり馬頭琴と名付けられ、その美しい音色は今もモンゴルの人々に愛されています。終わり。100秒でわかる名作劇場幸福な王子。これはとある王子の像とツバメの心の交流のお話。ある町の高い場所にとっても豪華な王子の像が立っていました。表面は純金で覆われ、目には輝く青いサファイア、剣の柄には大きな赤いルビーが使われていました。幸福な王子と呼ばれていました。ある日この町に一羽のツバメがやってきました。そのツバメは仲間が冬を過ごすためにエジプトに向かうというのに出遅れてしまったのです。その道中王子の像の下で一休み。するとポタ、上から水が落ちてきました。晴れてんのになって王子の像が泣いてる。私は生きている間楽しいことしか知りませんでした。でもこうして町を見渡していると悲しいことがたくさんあると分かったのです。そうですか。届け物をお願いしたい。いや僕はエジプトに行くんで。お願いします。王子の真剣さに心を打たれたツバメは引き受けることにします。ある貧しい女性は来る日も来る日もお金持ちのパーティー用のドレスを作っています。そこの家の子供が弱っているのです。なのにカバの水しか飲んでいません。剣の柄についているこの大きな真っ赤なルビーを届けてください。わかりました。ひとっ飛びで届けました。すごく喜ばれました。じゃあエジプトに。もう一日だけ。何日も飲まず食わずで芝居の台本を書いている若者に目の青いサファイアを届けてほしい。届けました。その翌日、じゃあエジプトに。マッチが一つも売れていない少女がいます。彼女にもう片方の目のサファイアを届けてほしい。そんなことをしたら王子の目が見えなくなりますよ。いいんです、お願いします。ツバメは言われた通りにサファイアを届けました。王子は目が見えなくなりました。エジプトへは行かないのですか。私はずっとここにいます。では私の代わりにこの町を見回ってください。ツバメは空から町を観察しました。この町では幸せな人たちの陰にたくさんの悲しい人たちがいました。では私の体の表面の金を少しずつ貧しい人たちに分け与えてください。ツバメは言う通りにしました。金を与えられた人たちは喜んでいました。真冬になりました。ツバメは弱ってしまい力がほとんどなくなりました。最後の力で王子の肩に乗り、あなたの手にキスをしていいですか。私の唇にしてください。ツバメは王子の足元へと落ちました。そして王子の像の中にあった鉛の心臓が割れる音がしました。翌朝たまたま通りかかった市長が王子の像を見て、これでは幸福な王子ではないな、みっともない、それに足元には死んだツバメがいる、処分しようと王子の像は溶かされました。でも心臓だけは溶けませんでした。その頃神様が天使に、この町で最も尊いものを2つ持ってきなさいと命じました。天使はツバメの亡骸と王子の心臓を持ってきました。神様はうなずき、ツバメと王子は
天国で永遠の命を授かり幸せに暮らしました。終わり。100秒でわかる名作劇場透明人間。これは透明人間になるという野望に取りつかれた男の話。グリフィンという男がいた。彼は毎日毎日実験を繰り返していた。そしていろいろなものを透明に見せる方法を発見した。まずは毛布。すげえ。お次は猫。おお、目は消えないのか。しかし自分自身を透明にするのは大変だった。努力を重ね、とうとう人類初の透明人間になることに成功。やったぞ。その時、何をやってるんだ。連日の実験を不審に思っていた大家たちが乗り込んできた。で、いない。目の前に立ってみても、体に触れてみても、もう誰にも姿が見えていない。実に愉快。なんだこれは。まずい、証拠消そう。グリフィンは実験道具を破壊。うわ、どうなってるんだ。さらにその隙にアパートを爆破して逃走。あれは無敵だ。世界は俺のものだ。しかしそううまくはいかなかった。寒い。グリフィンが服を泥棒。これでなんとか大丈夫。周りから見るとまあまあ怪しかったが、ホテルに泊まって一息。そんなある日、町で盗難事件が発生。絶対あのお客よ。違う、俺じゃない。真っ先にグリフィンに疑いがかけられた。嘘だ、あんたに決まってる。うざい。俺を誰だと思ってんだ。俺は透明人間だぞ。皆さん捕まえろ。グリフィンは町中で大暴れ、大きなニュースになった。グリフィンはどこに行っても追いかけ回され、傷だらけのボロボロだった。透明人間なんてもうコリコリだ。人間に戻りたい。そんな中、彼にチャンスが訪れた。大学時代の友人ケンプ博士と再会したのである。はじめは驚いていたが、透明人間がグリフィンであることを受け入れ、透明人間になったいきさつや今までの苦労話何でも聞いてくれた。大変だったね。そしてグリフィンはこう持ちかけた。ケンプ、元の人間に戻る手助けをしてくれないか。いいと思う。とその時、透明人間そこまでだ。警察が乗り込んできた。なぜここにいるのかバレた。実はケンプが通報していたのだ。ケンプめ、何したな。間一髪逃げ出し、グリフィンはケンプへの復讐を誓った。数週間後、こんな手紙が。親愛なるケンプ、君には本当にがっかりしたよ。今日君に罰を与える。すると家中のガラスが次々に割られ、グリフィンが侵入してきた。ケンプは商店街へ駆け出した。透明人間だ、透明人間が来たぞ。囲め囲め。町の人々が次々と透明人間に群がった。絶体絶命のグリフィンがケンプの首に手をかけた。まさにその瞬間、透明というだけで中身は生身の人間。倒れたグリフィンは見る見るうちに元の姿に。傷だらけで無念の表情を浮かべたまま、ただ空を仰いでいた。終わり。100秒でわかる名作劇場節分の鬼。これは家族を失ったおじいさんのもとにとんでもないお客さんが来るお話。ある村におじいさんがいました。妻と子供を早くに亡くし、一人で暮らしていました。唯一の楽しみは毎日家族のお墓参りに行くこと。やがて冬になり、村はすっかり雪で覆われました。おじいさんは家にこもり、お墓参りにも行かなくなりました。それからしばらく経ったある日、みんなに会いてぇな。おじいさんはとうとう寂しさに耐えきれず家を飛び出しました。その日は節分。村中の家から、アニマーサトークワールジーと楽しそうな家族の声が聞こえてきます。おじいさんは一人ぼっちが身に染みて涙が溢れて止まりませんでした。その夜、おじいさんが手にしたのは鬼のお面。アニマーサトークワールジー。うわー、痛い痛い、倒産だ。昔息子が作ってくれたものでした。楽しかった日々がおじいさんの胸いっぱいにあふれます。はあ、妻も息子ももういない。わしは福の神からとっくに見放されてるな。そうつぶやくと、おじいさんは鬼のお面をかぶり、鬼はうち、福は外、わざとあべこべに叫びながら豆をまき始めました。するとどん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 、ん、どん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 、誰だこんな時間に。扉を開けると、そこにはなんと訪ねてきたのは節分で追い払われた鬼たち。頼む、一晩止めてくれ。うちにお客さんが来るなんて何年ぶりだろう。たとえ鬼でもおじいさんは嬉しくてたまりませんでした。さあお上がり。じいさんサンキュー、一緒にパーティーしようぜ。おう、大宴会がスタート。赤鬼、青鬼、黄色鬼、彼らが持ってきてくれた甘酒やごちそうを広げ、歌や踊りや愉快な話が止まらない。夜が明けるまでパーティーは続き、久しぶりに心から大笑いすることができました。翌朝、楽しかったぜ、これは俺だ、来年も絶対来るからな。鬼たちは上機嫌で帰っていきました。春になると、おじいさんは鬼たちがくれたお金でお墓を立派に作り直し、こう言いました。ほら、まだまだ長生きするよ、来年も鬼を呼ばないといけないからな。終わり。100秒でわかる名作劇場美女と野獣。これは恐ろしい姿をした男と女の子の愛の物語。愛が欲しい。
彼の名前は野獣。見た目は怖いけど実は繊細な心の持ち主。元は人間だったんだけど、ある日突然妖精にこの姿に変えられてしまって、人間に戻るには僕を愛してくれる人と結婚しなくてはいけないんだ。そんな彼の元に女の子がやってきました。ドキドキ。彼女の名前はベル。ここへ来た理由、それはお父さんがこのお城のバラを盗もうとしたの。そのことを許してもらうには私がこのお城で暮らさなければならないの。こんにちは。この日から2人の共同生活が始まりました。めっちゃタイプ。人間に戻るとかどうでもいいから、あの子と結婚したい。一方、彼と生活できるのかしら。今のところは野獣の片思い。この恋、実るのか。好きなことを教えて。と、読書と音楽。だったらベルのために本とチェンバロのある部屋を用意。すごい。そういえばお父さん元気かな。だったら今度は魔法の鏡を用意。覗くとお父さんの今の様子が見えました。ありがとう。ある日の夜、ベル、僕のこと怖い？ごめんなさい、私嘘がつけなくて。やっぱり。じゃあ僕のこと嫌いだよね。そんなことない。ちゃんと言えてなかったけど、こんな私のためにいろいろ気を使ってくれて本当は嬉しかったの。本当？この日を境に2人はだんだんと仲良くなっていきました。そんなある日、お父さん？お父さんが体調を崩しているのが見えました。お父さんに会いに行きたい。でもそんなこと言える立場じゃない。言いたいことがあれば言ってごらん。え、それが。ベルは無理を承知で実家に帰れないか頼んでみました。すると、君とは離れたくないけどいいよ。なんと OK が出ました。ただし期間は1週間。ベルは野獣の優しさに感謝しつつ自分の気持ちに気づきました。私彼のことが好き。ベルは必ず戻ると約束し実家に帰りました。そして1週間後、なんとベルは帰ってきませんでした。どうしたんだろう、まさか事件に巻き込まれた。実はその頃、ベルは意地悪なお姉さんたちの罠にはまってお城に戻れないようにされていたのです。そんなことは知らない野獣は心配。心配するあまりご飯を食べることも忘れてしまいました。そしてとうとう体調を崩してしまいました。ベル、もうダメ。と、その時、しっかりして。なんと現れたのはベル。ごめんなさい、いろいろあって帰れなくて。もうあなたと離れたくない。結婚しましょう。なんとベルからプロポーズ。あれ、野獣は。ベル、僕だよ。実は人間の姿に戻った野獣はこれまでのことをベルに話しました。ベル、愛してくれてありがとう。こちらこそ。2人は幸せに暮らしたとさ。終わり。100秒でわかる名作劇場、人魚姫。はじめ。これは美しい人魚姫が人間の王子様に恋をした物語。海底の城に住んでいた人魚6姉妹。人魚は15歳になると海の上に上がることができます。この頃、末っ子だけが海を見たことがありませんでした。そして末っ子は15歳になりました。期待に胸を膨らませ海の上へ。そこでなんと人間の王子様と出くわしました。すると嵐が来て王子は海に投げ出されました。そこを人魚姫が猛スピードで助けたのです。よかった。そこへ人魚姫にそっくりな若い娘が登場。あれ、大丈夫ですか。あれあれ、ありがとうございます。いや、助けたのは私よ。それに私は王子様を大好きになってしまったのよ。そうだ、人間になればいいんだ。魔女のところへ行きました。私、人間になりたい。いいよ、3つ条件がある。1つ、おひれを足に変えると歩くたびにめちゃくちゃ痛い。2つ、王子に愛されなかったら泡になってしまう。3つ、人魚姫がもともと持っている美しい声は私にプレゼントする。やる。やります。人魚姫は薬を飲みました。目が覚めました。足がありました。すっごく痛いけど声が出ませんでした。でも目の前に王子様がいました。人魚姫は幸せでした。そんなある日、僕、前に海で溺れたことがあって、その時君にそっくりな女の子に助けられたんだよ。実はその子と結婚したい。どうして私の気持ちを分かってくれないの、と心の中で叫びました。さらに王子は隣の国のお姫様と結婚するということを知り、悲しい気持ちに。でも王子はその姫と結婚しないと言いました。その理由は、嵐の日に助けてくれた女の子のことが好きだからというもの。複雑だけど、すぐには結婚しないと分かって人魚姫は少し嬉しくなりました。しかし喜びもつかの間、なんと隣の国のお姫様こそがあの子だったのです。立ち直れないほど落ち込みました。まもなく王子は結婚式では、失恋の辛さをごまかすため、あえて足の激痛に耐えながら王子に華麗なダンスを踊ってみせました。そう、人魚姫は王子に愛されなかったのです。つまり泡になる寸前でした。しかしギリギリのところで、愛しの王子を殺せば泡にならずに済むよと知らされます。人魚姫は王子の寝室に忍び込みました。でも無理でした、だって好きだから。人魚姫は海に飛び込んで泡になることを選びました。仲間になるかい。誘ってくれたのは空気の精霊。本当ですか。人魚姫は空気の精霊と一緒に空へと飛んでいきました。終わり。100秒でわかる名作劇場、最後の一葉。はじめ。これは年老いた画家が人生の最後にとてつもない大傑作を残した話。ニューヨークのとある町に多くの芸術家やその卵たちが暮らしていました。ジョンジーとスー。
二人もまた画家として成功する夢を見ながら貧しくも温かい生活を送っていました。ある時この町に肺炎が流行しました。当時は命を脅かす病として恐れられていました。そしてジョンジーも肺炎にかかってしまったのです。体力だけではなく次第に生きる気力も失っていきます。お医者さんから彼女が助かる可能性は10に1つと告げられました。ある日ジョンジーはベッドに横たわりながら何かを数え始めます。どうやら窓の外に見えるツタの葉が全て落ちた時に自分も死ぬのだと考えているようでした。ツタの葉はあと5枚までになっていました。バカなことを言ってないで。私はもう治らない。そうこうしているうちにまた1つツタの葉が落ちて4枚に。私が出かけている間ツタの葉は数えないで。スーはアパートの1階に住むベアマンのところへ行きました。画家なのに40年も何も書かず、お酒を飲んで酔っ払っては俺はいつか傑作を書くと話す年老いた男でした。スーはベアマンにツタの葉が全て落ちたら死ぬとジョンジーが言っていることを告げました。ジョンジーみたいないい子がこんなとこで弱ってどうする。2人はスーの部屋に戻りました。部屋の中から外を見ると雪混じりの冷たい雨が絶え間なく降っていました。このままでは葉が全部落ちてしまう。翌朝ジョンジーが窓の外を見たいと言いました。窓の外を見せると夜通し雨が降り続いていたにもかかわらずツタの葉が1枚だけ残っていました。最後の一羽、そして夜には落ちて私も死ぬの、やめてというスーの言葉も響きません。しかしその最後の一羽は夜になっても次の日になってもまたその次の日になっても落ちませんでした。落ちることのない一羽を見つめているうちにジョンジーは考えを改め、次第に生きる気力を取り戻し、なんと病気から完全に回復できたのです。そんな時ベアマンが亡くなったという事実が知らされたのです。ベアマンは服も靴もびしょ濡れの状態で部屋で倒れていて、そこには絵筆やパレットが散らばっていたといいます。つまりあの大雨の日最後に残ったツタの葉の絵を描いていたのです。ジョンジーが生きる気力を取り戻したツタの葉、それはベアマンが自分の命と引き換えに描いた人生最後の大傑作となったのです。終わり。100秒でわかる名作劇場フランダースの犬。はじめ。これはパトラッシュという犬とその親友ネロのお話。私はパトラッシュ、生き倒れていたところをネロとおじいさんに拾われました。とても貧しいですが3人でいられるだけで幸せ。ネロは私の一番の親友です。ネロの夢は私だけが知っています。僕は将来画家になってみせるよ。ルーベンスみたいなね。ルーベンスとはネロの推し画家です。ルーベンスの絵があるという大聖堂によく行くのですが、絵はいつも布で隠されているのです。お金がないと見られないんだ。ネロはコンテストに絵を出すことに。入選すれば賞金がもらえるんだ。ルーベンスの魂よ、どうか僕を見ていて。ある冬の夜、勝ったー。なんだって。おい貧乏人、さてはお前がやったんだな。なんと火事の家の主人であるコゼツはネロを犯人と決めつけました。コゼツは村一番のお金持ち、ネロを貧乏人だと嫌っていたのです。コゼツはネロが犯人だと言いふらし、ネロは村中から無視されました。すると彼らはどんどん不幸になりました。仕事もなくなり、食べ物もなくなり、おじいさんもなくなり、家もなくなりました。でもネロにはまだ希望がありました。絵のコンテストです。入選すればみんな僕らを見直すはずだ。結果発表の日、ネロ落選。もうダメだ、何もかも。おう、何か落ちてます。そこにはものすごい大金が。小説のものでした。ちょっと前のこと。財布がない。これは天罰なのか。実は火事とネロは関係ないことをうすうす分かっておった。悪いことをしたと思いつつ後戻りできないのだった。とにかく財布を探しに行こう。ネロは走り出した。小説と入れ違いで小説家に到着。ネロ、パトラッシュが財布を見つけました。この犬に温かい寝床とご飯を与えてやってください。そう言うとパトラッシュを家に入れ走り去った。ネロ、パトラッシュだけでも生きるんだ。入れ違いで小説が到着。事実を知った小説は震えた。わしはネロにひどいことをしたのに、明日謝りに行こう。それじゃ遅いんだ。ネロが今にも飢え死にしそうだと知っているのはパトラッシュだけなのです。消えかける匂いを必死に必死に探し、ついにあの絵の場所でネロを見つけました。ネロ、私があなたを置いていくような冷たい犬だと思わないで。すると一瞬月明かりが絵画を照らしました。見た、僕はとうとう見た。神様は僕らを見捨てなかったんだ。夜が明け、冷たくなった少年と犬が見つかりました。コゼツは泣いて詫びましたが、ネロは微笑みながらもう遅いと言っているようでした。終わり。100秒でわかる名作劇場雪だるま。雪が積もったある日のこと、年老いた犬が1匹、子供たちが作った雪だるまを見つめていました。今日も寒いな。やれやれ、今年も雪だるまか。なんだあのギラギラ光るものは。しゃぶった。
おいお前、あれはお日様。むむ、さっきあっちへ沈んだばかりなのに、今度はこっちから。あれはお月様。お前、何にも知らないんだな。何やつ、待て、動けん、待て、待て、聞けって。作られたばかりの雪だるまはこの世界のことを何も知りません。犬の話も聞いているのかいないのか。翌日、若い夫婦が何やら楽しそうにおしゃべりをしていると、むむ、あれは誰だ。お屋敷に住んでる人たちだよ。いいか、かつては俺だってあそこに。まあ、本当にこの子は可愛いわね。みんなでずっと大切に育てましょうね。うん、今日は僕と一緒に寝るんだ。ダメよ、今日は私と。じゃあみんなで一緒に寝るのはどう。それはそれは可愛がられて、よくストーブの前で眠ったもんだ。懐かしいな。ウォッ、ストーブって誰だ。誰って、そうだな、首が長くて口から火を吐く、いつも暖かくて隣で眠るととっても気持ちいいんだぜ。素敵な人なんだろうな。でもなんで君はいつも外で寝てるんだ。それは、ストーブあったけえな、羽もうめえ、最高だな。また骨食べてみのか。えい、おい、何すんだ。ウォッウォッ、わけでこのありさまって、お前、人の話をちゃんと聞けよ。僕、ストーブちゃんに恋をしたみたいだ。お近づきになりたい。ストーブなんかのところへ行ったらお前溶けちゃうぞ。もう僕の心は溶けている。いや、とろけちゃう。しょうがないな。雪だるまはストーブを女の子だと勘違い。もちろん会いに行けるはずもなく、毎日屋敷の方を眺めては恋焦がれていましたが、そんなある日、だんだんあったかくなってきたな。お、痩せてる。雪だるまはとうとう溶けてしまいました。溶けた雪だるまからは一本のヒカキ棒が。ヒカキ棒が入っていたから、あいつあんなにストーブに会いたがっていたのか。ま、別に俺には関係ないけどな。子供たちがお花畑を楽しそうに駆け回っています。もう誰も雪だるまのことは覚えていません。また春が来たのか。俺のことなんかもう誰も。ボン、もし会えたらまた話そうぜ、バカな雪だるま。ボンボン、終わり。100秒でわかる名作劇場、鶴の恩返し。これは思い合う気持ちがすれ違ってしまった悲しいお話。ある村に老夫婦が住んでいた。冬の寒い日、おじいさんが薪を売りに出かけると、罠にかかった一羽の鶴が助けてあげた。その晩、雪がひどくて道に迷ってしまって、一晩だけ泊めてくださいませんか。うちでよければ。しかし次の日も、そのまた次の日も雪は止まず、娘は泊まり続け、家事をたくさん手伝った。こんな娘がうちの子だったらね。もしよかったら私をあなた方の娘にしてくださいませんか。そんな嬉しいことはないよ。こうして老夫婦の娘になった。12月のある日、正月くらいは美味しいものを食べたいね。しかしこれだけしかない。すると翌日、糸を買ってきてくれる。わかった。糸を買って帰ると、これから布を織るから、その間は絶対に部屋を覗かないでね。絶対に、絶対によ。わかったよ。それから3日後、娘は美しい布を織り上げた。すごい。これを売ってまた糸を買ってきて。町に売りに行くと飛ぶように売れた。そしていい正月を迎えることができた。しばらくしてまた布を織ると部屋にこもった。覗かないでね、約束よ。5日後、さらに美しい布が出来上がった。今度は呉服屋が高く買ってくれた。おかげでしばらく困らないくらいのお金が手に入ったが、娘が少しやつれた様子なのだけが気がかりだった。数日後、呉服屋が訪ねてきた。殿様があの布を気に入って高く買うと言っている。もっと折ってくれないか。ありがたい。ところで、あれはどうやって折ってるんだ。私も見たことがなくて。なに、布を折るところを見たいとしつこく頼んできたが、おじいさんは断った。その晩、また布を折ってほしいと頼むと、珍しく断られた。だが、さらに頼み込むと、しぶしぶ受け入れてくれた。なぜか、布を折る音がたまに途切れる。急に、娘のことが心配になった。どうしたのかしら、最近、やつれてたし。約束より、あの子の方が大事だ。とうとう、部屋を覗いてしまった。はぁ、あ、なんと、そこにいたのは、娘ではなく、痩せこけた一羽の鶴。しかも、自分の羽を抜き、布に織り込んでいるではありませんか。私は、あの時助けていただいた鶴です。恩返しがしたくて、ここに来ました。あなた方の喜ぶ顔を、ずっと見ていたかったけれど、正体を知られたからには、ここにいることはできません。そんな、もう布は織らなくていい。あなたは、私たちの大事な娘、鶴だっていいの。ここにいて。いいえ、さようなら。そう言うと、外に飛んで行ってしまった。終わり。100秒でわかる名作劇場、シラノ・ド・ベルジュラック。はじめ。やあ、私はシラノ・ド・ベルジュラック。王様を守る護衛隊の一員だ。剣も得意で、詩も得意、勉強も大得意、つまり天才だが、私にも一つコンプレックスがある。それはこの大きな花。実は私はロクサールのことが好きだ。でもこんな花じゃね、自信が持てないから内緒にしているんだ。そんなある日、やめてください。ドキッシュ伯爵がすごく言い寄っていた。やめろ。私は伯爵を撃退した。くそ、ありがとう。
とう。翌日、ロクサーヌが会いに来てくれた。今日は何のご用で？実は、ある人が好きなの。え？その方は、は、護衛隊の隊員で。もしかして私？それに、はぁ、とってもイケメンなの。わ、私がイケメン？名前はクリスチャンって言ってね。まだ新人さん。私じゃなかった。彼にお手紙をくださいと伝えてね。悲しいが仕方がない。翌日クリスチャンに初めて会った。確かにイケメンだった。ロクサーヌから伝言だ。彼女は君が好きなんだってさ。手紙を送ってやってくれないか。マジっすか。でも手紙か。俺文章下手なんすよね。何？そこで私はあることを思いついた。私がクリスチャンの名前で代わりに手紙を書く。デートの時は素敵な言葉を教えてあげる。私はロクサーヌに言葉が届くだけでも嬉しかった。あるデートの日、私としたことが最初は身内だったが、しまいにはクリスチャンの声を真似して喋ってしまった。君の幸せのためなら私の幸せなど差し上げる。なんかお声が違う。でも素敵。その晩二人は結婚を誓った。セクシャー。だが幸せは長くは続かなかった。あのドキッシュ伯爵が私たちに戦争に行くよう命じたのである。そんなある日、クリスチャン、なんと戦地にロクサーヌがやってきた。彼女の手にはたくさんのお手紙。実はこの私、毎日毎日ロクサーヌにラブレターを書いていたのだ。その手紙が素敵すぎて戦地にやってきたというのだ。耐えきれなくなったのはクリスチャン。彼女はシロノさんを愛してる。え？彼女が好きなのはシロノさんのお手紙やセリフなんだよ。つまり僕じゃないんだよ。ロクサーヌ、シロノさんが話があるって。話って？その時、クリスチャンが銃で撃たれた。なんてことだ。クリスチャン。15年後、私は毎週欠かさずロクサーヌに会いに行った。彼女はクリスチャンのことを今でも悲しんでいた。ある土曜日、ロクサーヌのところへ行く途中、大怪我をしてしまった。どうしたの？昔の傷が痛んだだけさ。それより今日は彼の手紙を読ませてくれないか。ロクサーヌよ、愛しい君、懐かしく、嬉しい。まさか、かけがえのない宝。そのお声は、私の愛のすべて。あなただったのですね。しかし、私にはもう時間が残されていなかった。私は、ロクサーヌの腕の中で目を閉じた。愛する人の腕の中で、死ねたのだから本望さ。終わり。100秒でわかる名作劇場、夜高の星。これは周りから何を言われても自分という存在であり続けた鳥の話。夜高という一羽の鳥がいました。とても醜い鳥で、他の鳥たちから鳥と名乗るな、口が大きいからカエルの仲間だなどと悪口を言われていました。でも本当はカワセミやハチスズメといった美しい鳥たちのお兄さんでした。ではなぜヨダカと名前にタカが入っているのかというと、飛ぶ姿と鳴き声がタカに似ていたためにヨダカという名前になったのです。そんなヨダカを本物のタカはよく思っていませんでした。タカを名乗るな、お前と俺では見た目も空を飛ぶ速さも違う、名前を変えろと言いました。勝手に名乗っているわけではなく、神様がつけてくれた名前なんですと答えました。しかしタカは譲らず、うるさい、俺がお前の新しい名前を考えた。一蔵だ。お前は今日から一蔵と名乗れ。そして他の鳥たちのところへ、私は一蔵ですと挨拶してこい。ヨダカは断りましたが、やってこなかったらどうなるか覚えとけと言われました。ヨダカはじっと目をつぶって考えました。なんで僕は嫌われているの？僕が醜いから？いろんなことを考えているととても辛い気持ちになりました。そのまま夜になり、巣から飛び立ちました。空を飛んでいると、口の中に一匹のカブトムシが入ってきました。カブトムシはヨダカの喉でもがきましたが飲み込みました。そしてまた一匹のカブトムシが口の中に入ってきました。同じように飲み込みました。その瞬間、ヨダカは声を上げて泣き、思いました。たくさんの虫が僕に食べられている。そして僕もタカに何をされるかわからない。これは辛すぎる。もう何も食べずにこの世界からいなくなってしまおう。弟のカワセミのところへ行き、よく聞いてくれ、僕は遠くへ行く。いいか、お腹が空いた時以外は他の生き物をむやみに食べないように。弟は引き止めましたが、ヨダカはさよならと言って泣きながら去っていきました。太陽が昇ってきた頃、ヨダカは太陽に向かって飛んでいました。そして太陽に、焼けてしまってもいいから、あなたのところへ連れて行ってほしいと頼みました。でも、お前は夜の鳥だから星に頼みなさいと断られてしまいました。西のオリオンの星に、あなたのところに連れて行ってほしいとお願いしましたが、受け入れてもらえませんでした。南のオオイヌ座、北のオオグマ星、東のワシの星にもお願いしましたが、結果は同じでした。疲れ切ったヨダカには、もう空を飛ぶ力が残っていませんでした。しかし、地面につく寸前、空に飛び上がっていき、そのままどこまでも登っていきました。体は青く、美しい光を放っていて、気がつくと隣にカシオペア座がありました。そして、星となりました。人々はその星を、ヨダカの星と呼びました。終わり。100秒でわかる名作劇場、竹取物語、通称かぐや姫。これは、竹から生まれた女の子の不思議な話。竹細工を作って暮らしているおじいさんとおばあさんがいました。ある日、おじいさんは竹林で金色に輝く竹を見つけました。近づくと、なんと、中には小さくて可愛い女の子が座っていたのです。おじいさんとおばあさんはその子を二人の子供として大切に育てました。竹の中から見つかった女の子は、まるで竹が育つようにぐんぐん成長、かぐや姫と名付けられました。
かぐや姫はとっても美しく評判を呼び、結婚の申し込みが絶えませんでした。ですがなぜか全員を断りました。それでもしつこく結婚を申し込んでくる貴公子が5人いました。あまりにもしつこいのでオーディションを開催することにしました。5人の貴公子に出されたお題はそれぞれこの世にあるかないかわからない激レアアイテムを探してくるというものでした。あるものは偽物を持ってきてバレたり、あるものは誰かに作らせてバレたり、あるものは死にそうになったりと、結果全員がオーディション脱落。かぐや姫は美しいがヤバいやつだという噂はたちまち広がり、その噂が王様の耳に入ります。すごく会いたくなった王様は使いのものを送ります。しかしかぐや姫の答えはノー。諦めきれない王様はかぐや姫に内緒で会いに行きますが、かぐや姫は怒ってしまって、なんと光になってしまいました。王様が謝るとかぐや姫は元の姿に。ひとまず出直そうと諦めて帰ることにした王様でしたが、なんとかメッセージのやり取りは許してもらい、3年の月日が流れました。この頃かぐや姫は月を見て泣いたりするようになりました。変だなと思ったおじいさんが理由を聞くと、私はこの国の人間ではなく月の都のものなんです。次の15日に迎えが来て月に帰らなくてはなりませんと衝撃の事実。その話を聞いた王様は一瞬驚きましたが、かぐや姫を月に返してなるものかと月の使者との戦いを決意します。おじいさんの家の周りに2000人の兵士を用意しました。月の使者がかぐや姫を迎えに来ました。ついに決戦と思いきや、月の使者の不思議な力のせいで地上の者たちは体に力が入りません。もはや戦いどころではなくなり、ただ泣き叫ぶおじいさん。そしてまたしても月の使者の不思議な力によって、かぐや姫が隠れていた小屋の扉が自動で開き、かぐや姫がスルリと出てきてしまいました。月の使者はかぐや姫に天の羽衣を着せようとします。これを着てしまったら地上での記憶がなくなってしまうかぐや姫、少し時間をくださいと王様にメッセージを送りました。今になってあなたへの恋心に気づきましたと、そのまま天の羽衣を着せられ、地上での記憶を失ったかぐや姫は月へと帰っていったのです。終わり。